作り方をご紹介したいと思います。まずご飯なんですけど、白ご飯 200g です。これケチャップライス作るバターですね、 10g です。ケチャップが大さじ1杯半です。玉ねぎ、これもみじん切りにしてます。ちょっとうち大きめなんで粗みじんですね、玉ねぎ1/2個です。で卵2つと、これが油です。油が大さじ1です。であとこれ塩コショウですね、これもケチャップライスに使います。この油と卵は卵を焼くときに使いますね。でまずこれを全部バターで炒めていきます。で炒め終わって持ったのがこちらです。ここに今から卵をやっていきたいんですけども、強火にします。で油入れますね、大さじ1です。卵2個分、これちょっと今は多く2回分割ってるので余っちゃいますけども、ちょっと油が温まったかなっていうぐらいの時に一気に入れます。で手早くかき混ぜます。大きく混ぜてください。ふわとろに出来上がってきますね。OK です。こんな感じ でこれをケチャップご飯の上にのせます。であとケチャップをお好みでかけてください。こんな感じです。わー、美味しそうですね。でこれがうちで作ったパセリです。自家製です。振りかけます。完成です。いかがでしょうか。お家で採れた野菜を使ったレシピを紹介したいと思います。まずトマトです。プチトマトです。たくさんできてます。中玉ですね、こっちが大きいトマトです。パセリです。これです。パセリも自分たちで、オムライスに使ってます。でキュウリです。めっちゃ大きいのができてます。お花もいっぱい咲いてるんで、まだこれからじゃんじゃんできそうです。このトマトとかシソとかを使ったレシピを紹介したいと思います。今日は夏野菜を使った簡単レシピを紹介したいと思います。これ自宅で採れたきゅうりとトマト、大葉、あとそうめんが2束です。これがレシピのメニューです。メニュー違うな、レシピの分量です。めんつゆのストレートタイプが大さじ4、お酢が小さじ1、ごま油小さじ1と煎りごまも小さじ1です。すごく簡単なので、よかったら自宅でやってみてください。これがもう切ったやつなので、あとは和えるだけです。これも茹でたそうめんです。お酢とめんつゆとごま油と煎りごまをここに混ぜ混ぜしてます。であとトマト、きゅうり、ツナ缶をここに入れますね。全部大葉だけちょっと少し漬けときます。
これも混ぜ混ぜします。ツナ缶は油ごと入れてもらって全然大丈夫です。こんな感じです。で、茹でたそうめんの上に盛ります。結構具だくさんなんですけど、その方が美味しいです。で、最後にこの刻んだ大葉です。乗せます。で、さっき混ぜ合わせといた調味料を横からざーっとかけます。完成です。いかがでしょうか。一度やってみてください。